ああ、もうすぐマルたちの出番ずら。ねえ、ルビーちゃん、マルの髪大丈夫かな？おかしくないかな？かわいい？ありがとうずら。全部ルビーちゃんのおかげだよ。この衣装のお花もルビーちゃんが一つ一つ丁寧に縫い付けてくれたの。ヨウちゃんが持ってきてくれたデザインを見た時も、こんなに可愛い衣装があるんだって感動したんだけど、実物はもっとすごくて、一枚のデザイン画からこんなにすごい衣装が出来上がっていく過程を見てきたから、今日のライブ絶対成功させたいって思ってるんだ。心配いらない？一人で考えてちょっと気負っちゃったみたいずら。だからいつもより緊張してたんだね。うん、アクアのみんなと一緒だし、応援してくれるみんなもいるもんね。もう大丈夫ずら。え、外？うわー、みんなが手に持ってるペンライトがお花になってるずら。すごいね、たくさんのお花が咲いてるみたい。光のお花畑みたいずら。こんなに素敵なサプライズを見せてもらったから、マルたちも最高のパフォーマンスでみんなをびっくりさせなくちゃだ。